高橋良一さんでございます高橋さんおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますまずはこちらのお話からです自民党総裁選石場元幹事長が立候補を表明いたしました読売新聞によりますと自民党の石場茂元幹事長は24日総裁選に立候補すると正式に表明いたしました立候補の表明は小林孝之氏に続いて2人目となります 総裁選に向けては河野太郎デジタル大臣がこの後26日に小泉新次郎元環境大臣30日に総裁選に向けてそれぞれ立候補を正式表明する予定となっていますさあ、今週はこの総裁選に向けた政策論争、うん、支持獲得に向けた動きますます活発化してくるということなんですが、はい お話高橋さんお伺いしたいんですが。石破さん、今回また立候補ということなんですが。高橋さん、これ石破さんはどんなふうにお考えでいらっしゃるんですか。うん。あの、今回五回目ですよね。五回目。あの、中田も、ゆ、有名で、あの、知名度は高いし。それで、まあ、えっと、結構高齢者に人気ありますからね。はい。 えとまあ、自民党の党員の中でも地方票では結構取るんじゃないかなというふうに思いますけどね。一方で こうなかなかこの党内での人気かというお話あるんですがそれはまあみんな言ってますけどねはっきり言えばねすけ <laughs> <何>い,い,い一緒に仕事すると二度と一緒にするの嫌だってみんな言ってます <laughs> どそういう人いるじゃないですかいやいや外,外向けが良くてね、はい、あの内,内向けはよくないって人いるじゃないですか石破さんは、うん、例えばどの辺り、うん、そう,そう,ういうところが党内でのあ,あのね、うん はっきり細かい細かすぎるんですよ細かすあ細かいんですか <laughs>、はあ、細かすぎるしいろいろだあとあの判断しないっていうかねはあそうなんですね,ね政治家じゃないみたいな感じがしますけどね私にはね政治家じゃないはあ、ど、うん、どちらかというとあの、はい まあ私自分の経験言うとね、はい、えと石破さんがひょっとしたら総裁にな,なるかもしれないってある財界人の人がね高橋さんよく石破さんにこういうふうなレクチャーしてくださいって言われてそういう場があったんですよ。はいうん、そして普通はねそういうのってあの、まあ、冊子で話するんですけどね石破さんなんか私に釈俸されたらいけないというふうに思ったらしくて。<laughs> うん、高橋には絶対あの、えっ、ー、と、負けないぞっていう感じでね。うん、えっと、その時になんとですね、うん、役人を連れてきたんですよ。うん、そうあ、もうび,びっくりしました。それは。はあ。そうするとなかなか込み入った話もしにくくなっちゃいますかね。そう。ね、それは。で、えー、じゃあ、私が喋るたびに役人がちゃちゃ入れるって、そんな感じですよ。 びっくりししまたそこまで高橋さんにこう釈伏されたくないだから絶対に説得されてねあれでしょうというのはね絶対に嫌だっていう感じのそういうのってね普通だったら話してて別にね話を聞いたき話話聞いていてねっていうふうにやればいいんだけどそれはできないですよなるほど高橋さんそういうお考えなんですねなるほどなるほどと取り入れる取り入れないは変な言い方です 別にしての上で、でそれが大人の態度でしょ。で全然そうじゃなかったんでびっくりしましたけどね。一方で逆に国民的な人気みたいなのがあるというのは高橋さんどういうところがこれは？それは知名度ですよ。知名度。あとね、えっと今日の毎日でね、えっとね、十一人しか名前挙げてないんですけどね。えっとこれは立候補表明し しえしとってるんだけどこれね聞くときああいう順なんですよねいつもそうなんだけど石さんいつも一番最初なんですよでこれね電話アンケートになるとあのもうみんな最後まで聞くのやだからもうさんでいいっていう人がすごく多いんですよじゃあ上の方が有利でしかも圧倒的に有利なんですね方がこれ高橋さんね 青山茂さんは、はい、えっと、<う>立候補参議院、えー、うん、表明してらっしゃるんですよね。種類なんで、なんで入れないのか、私はよくわかんないけどね。<ー>一応、あの、えっ、ー、と、まあ、あの。 で、立候補表明って記者会見したってベースで考えると、うん、本当はあれですよね。この調査の中に、あいも茂原さん入れなきゃいけないんですよ、ね。あいも茂原さん一番上ですからね。そうそう,そう、だからそうすると多分、あの、石破さんの票が落っこちると思ってる人が多分マスコミに多くて、それで、あいもさん入れないみたいなんですよね。私<ー>、それちょっとよくわかんないですね。新聞とか見てると、この11人というね、野田さんまで含めてというところまで、ねうん。だからそれはお,<ー>おかしいんですよ。だからもういつも石破さんが一番上にしたいっていうのがあってね。うん 青山茂田さんが別に参議院だからといってね、表明しててね、表明して記者会見、普通に口で言うのとちょっと違いますからね、記者会見で表明してるとに、あげないっていうのはおかしくてね、このあたりが不思議な感じもね、いたしますこの中にはいないなんて、入れだからそこは、でもそれはちょっと変でね、本当はこれ入れなきゃいけないですね。 高田さん今週そいろんな候補が、まあ、今日にも例えば河野さんがあるいは30日には小泉さんがという話が出てきますがどうでしょうどのあたりがこう軸になって選挙戦この上の特にあの全体じゃなくて自民、えー、とこの毎日で言えばね、はい、自民し支持層、うん、自民党の支持層の で、えっ、ー、と、石破さんが25で、えっ、ー、と、小泉進次郎が、えっ、ー、と、ジュニアが24四で、はい、高市さんが十九で。ここだけはちょっと抜けててますからね。そうですね多分、この、この三人がもう軸になるのは間違いないです。になる。はい。ええ、はあ。決め、決め手になってくるのは、これどういう要素になってくるんですか。だから、石破さんはもう知名度と経験、経験なんですよね。はい。それで、あの、小泉進次郎さんっていうのは、もう新鮮度。そ知名度。はいはいそうですね。それで、はい、高市さんは新鮮。 と経験なんですよだからこれどういうのを取るのかっていうことですよね。うん、あの知名度度新鮮度経験っていうので、うん、あのそれぞれこの3人は2つそれぞれ2つずつ取ってるんで、はい、多分だからあのこれからやっていくと、うん、新鮮度が多く まあ、小泉さんが本命なのかなと私は思いますけどね。小泉さんとかって、やっぱりこの後ね、高さ、んおそらく解散あるだろうというふうに言われてますけれども。こう、いろ、うんなところに応援演説引っ張り箱ですよね。うん、新鮮度がやっぱり求められるんですよね。うそうしたから、小泉さんがあの本命で、高市さんが対抗で、石破さんがあっていう形になるんじゃないかなと思いますけどね。高橋さんあのね、例えば、小泉さんって、今までまだ環境大臣しかやった。 ことがなくて<う>いわゆる党の要職とかもやってらっしゃらない中での経験値が逆にというところ言われますかこの辺りはなんとか、うん、経,験経験値はだからね、はい、石破さんとか高橋さんがはるかに高いんですよ、うん、高いんだけど新鮮度でいくんじゃないですか。あ新鮮まあ、こういうふうな,なんか閉塞的な状況になるとフレッシュスカーン壊してね選挙をやってしまってっていう。はい なんか自民党をぶっ壊す的なね発言があるとあとなんか聞いたら8月30日の立候補表明の日って初当選した日かなんかなんですかねね。んか言わないとね言ってね自民党をぶっ壊すって言うのと、はい、まあ同じじゃなちょっとかっこ悪いですけどね,ねににに似たような話で新鮮度があるようなことを言えばね。何ですかね なだから何か仏教師じゃなくてね、うん、なんか変えるとかそういうものをなんか出してくるとこの1週間でも30日まで小泉さんがどう動くかみたいなのはねおそらく気になるところですかそうですね考えてるんじゃないですかね。 どいつ頃どうみたいな。多分あの今週に出るじゃないですか。すかね。まあ今今週中ぐらいにえ格好で揃ってくるというところなんです。えー、これ。えー 今の段階何とも言えませんがこれ11人全員推薦人太鼓含めて、ね、これは苦しくなるのが、まあ、上川さんとかこの中にいる野田聖子さんとか茂木さん加藤勝信さん斉藤健さんは苦しくなる茂木さんは多分出ると思うんだけど。うんえ 上川さんは林芳正さんって同じあたりで出る人いますからね、ねはいはい、苦しいし、うん、それとあともう、大手木さんが出るのかと加か藤の信さんは同じ、えー、っと平成権ですから苦しくなるし、斉、はいうん、藤健さんはもともと無種族でちょっと集まるのは難しいでしょうからね、はい、これはだからこの辺りはもう、やっぱり最終的には今さっき名前上がった人たちのところにこう、集演、えー、されてくる、うん、という感じになりそうで,すか、ね、そうでしょうね。うん、あのだからあの、まあ、8人 人ぐらいは出ると思うんだけど、あまあ、7、8人ぐらいかな。出る,な出るんだけど、まあ、あの、ちょっと。 と、終電はするでしょうね。それでも、八人って言っても、七人でもね、史上最多にきっとなってとうますからね。それは超えるんじゃないですか。超えちゃうかもしれないですね。あの、あの、派閥の縛りがないから。解散してない麻生派は誰につくんでしす。麻生派は難しいですね。だから、今度太郎さんだと。この太郎さん、だから、ずっと麻生派に、あの、し、しがみついてるっちゃいけないけども。あの、そこで麻生派を、もうもらいたいんでしょうね。だから。 総派は基本数は今度佐藤さんだと思うんですけどね。一本化ですかね。でも人そこはもうちょっと分かんないですね。それであのですよね。でも今度佐藤さんもあれですよね。本当もうちょっと外を飛び出してね。若い人並みの,あの ななんていうか人、うんえー、集めの力あるんで、うんえと、小泉さんとか小林孝之さんみたいな感じでやればかっこよかったんですけど、うん、もうちょっとおじいさんの部類に入っちゃってますねやっぱりこの40代出てくると、途端にやっぱり60超えてくると、<laughs> <が>ちょっとねてる。四十三、あのね、小泉純也四十三ですね、はい、小林隆は四十九ですからね。ねはい、これが出るとね、やっぱり、あのー、河野さんとかは。出て、前、前で、出なければ、赤い感じがしたんだけど、はい、全然しませんよね。でもね、そうすると、新鮮味は全くなくなっちゃいましたからね。はい、ここに来て、小林隆さん、はこの週末、精力的に動きましたが、どうでしょう。 うんと、小林孝之さんというところというのは。この人が、だから、大穴じゃないですか。大穴ですか。<ー>うん。 なんか小泉さんが出てきたことで一気にこうそうじゃなくなったのかなとか思ってまでもいいね、50代が、ね、いなくてねだから60代で親身っていうともう女性しかいなくていないいんですよ、うん、いずれにしてもまあ小林さん仮に今回ダメでも次とかあるいはその次みたいな布石っていうかね知名度という意味では今回一気に上げましたもんねこれでね。 そうですね、うん、あの一番最初に出てね,ね、まあ、あの戦略的には正しいんじゃないですか、はい、さあまた来週高橋さんにお話を伺う頃には顔ぶれは、はい、どんな風に変わってるのか <laughs> 顔ぶれがれですよ何人か減って減 <laughs>、うん、る,ると思いますけどね。減るよう状況になってまたある一 <laughs> つの流れが見えてるのかというところですがでは続いてこちらでございます。 時時刻6時37分でございますさあ「トランプ氏 FRB の金融政策に大統領の関与が必要」と主張いたしましたえ産経新聞によりますとアメリカ大統領選の共和党候補トランプ前大統領が今月8日の記者会見で「連邦準備制度理事会 FRB の金融政策について大統領が少なくとも口を出すべきだと感じている」と述べて「大統領の関与が必要」との考えを示しました。 トランプ氏は金利の上げ下げの判断は感覚的なものだと主張しまして自ら経営者で企業経営で成功してきたことを話した上で FRB の議長になるような人よりも直感は優れていると述べたということなんですがまず、高橋さんこのトランプ氏の真意みたいなところもあるんですがどういうふうに今回の発言は高橋さん、捉えてらっしゃるでしょうか。 非常にあの敏感なあの業界だったわけですよね、はい、だからまあ,あの自分でちょっと言いたくなるの,はまあかるのは分からなくはないですね、はい、でもあれですねまあアメリカの大統領の中で、はい、えとこの金融政策に関心を持つっていうのは珍しくはないんですけどね、はい、まあ前もまあまああるんですけどね、はい、えとでも日本は全くあのー、まあ時の総理は安倍さん以外安倍さんを除くとですねますね。はい 無関心というか無知だったっていうんでね。それに、うんうん、うん、それに比べると私なんか結構まあいいかなと思いますけどね。うん、えっと、でもまあ一定のまあルールっていうのがあってね。あの、これも結構か。 確立されたルールっていうのが、もうあの金融政策と,、えー、とその国のトップっていうのの,の間にはありましてね、はい、えと中央銀行って、じゃあなぜあるかっていうんですけれど、はい、本当にあの全部大統領がやるってよければ、中央銀行政府の一部門としてや,るやればいいんですよ。うん、でも、ちょっとわざとちょっと子会社見たくして、外に出してるわけですね。それにはちょっっっっっと意味があんでですすねやぱりあの中央銀行を外外外出てていう外っていうう 外でもはっきり言って子会社です、はい、政府の子会社として出すっていう意味はねこれ普通の民間会社と一緒なんですよね、うん、えと親会社があって子会社があって、はいはい、それの関係ですね。あ この中で、例えば、そのよく中央銀行の独立性みたいなものって、ね、それはもう日本は完全に間違いです。はい、あの要するにね、子会社としての独立性っていう意味で、これはね、英語でね、うん、インスゥルメントインディペンデンス、手段の独立性っていうのははっきり決まってます。だから、大きな方針は、はい、あの親会社の人は与える、親会社の社長を与える。はい、ただし、日々のオペレーション、はい、日々のオペレーションについては口を出さないっていうのが独立性っていう意味です。その意味では、えと、ー、 親会社が子会社、つまり関与するということは大きな目標の中ではあって、もちろん、これはだから目標の独立性はなくて、手段独立性があるという言い方をするんですけどね、そういう意味では関与はありです。ただし、関与はありなんだけど、日々の細かい話でしないと、それが独立性という意味です。今回その今回、トランプさんが FRB のギリギリですね、これはギリギリ、ええ、結構いい線ついてるようなギリギリの線です。踏踏みみ越越ええちゃいいけなところは ないということなんですか。ギリギリという。そうですね。<ー>えっと、証拠は多分理解しちゃうってると思います。うんうん、これ極端に言うと、高橋さんどこまで言っちゃうとダメなんですか。なんか今日今日金利を上げる。今日金利を下げる。わかりああ、日々のオペレーション。あの要するに日々のオペレーションで今日金利を入れていくげろ、うんだけど、これはダメ。うん、はダメ。はい。えっ、ー、と。 ど,どのレベルぐらいだったらふわっというところで言うといいんでしょうか、ね、いや今はあれでしょうそろそろこういうふうに引き締めの方向じゃないとあの大きないフレ目標に反するんじゃないかことは、OK、です具体的な数字とか期日を言わずに方向性だけを言うんだったら、えー、それはだから最後、まあ、は任せるけどって一言言ってくれッ OK です。あこれそそのの意味でははトランプさんは非常にその辺りにあり対し で今後、大統領になった場合というのはそういうメッセージをちょいちょい出していかれるようになってくるんで,す、ね、くんでしょうね、ええうん、だからそれ、親会社の、あのー、社長が子会社の大きな方針について言うっていう感じであれば、OK、ですからね、うん、高橋さんみたいにその数字でちゃんと説明できる人にとってその直感は俺は優れてるんだっていう人は,それは直感はだからもう方向性しかないからそれで大,体大丈夫なんですか<ー> <laughs> これトランプさんはまあご自身まあそういう意味では不動産つって取られてという意味ではこの辺りの感覚っていうのは自分の中では 持ってるってのがあるんでしょうね。やっぱりね。まあ、あの金融政策と財政政策はもうじ。う国のね、うん、全体の政策では最も重要なんだけど。うん、それが理解してるってことはや、はい、結構心強いって、心強いですよ,、はいですよね、この後、九月に、今回もありましたが、どうやらもうなんか利下げが。おおよそこう。うそれはあの、うん、もう、もう決まってますね。それはもう、あのいわゆる議,員議長も言ってます,いますよね。はい、で、十一月の大統領選の十一。 それから年明けにかけてまたこれがどうなっていくのかっていうことになってくるんでしょうけども。 あのなんかいつっていうのは書いてないんですけどね、はいはい、下げる方向っていこのどうやらアメリカの経済は後退局面にも入ってなってるというところでいずれにしても非常に重いものを背負ってトランプさんにしてもハリスさんにしてもう、ね、ハリスさんの方が重たいですよね、だってっあの要するにハリスさんの時代ですから、えーえー、民主党ですから、ね、民主党政権時代にだったことを、<laughs> はい、じゃあお前たちはどうしてたんだということを問われるという。 一方で高橋さんずっと見てらっしゃるアメリカの大統領選挙のこの家計率、うん、支持率みたいなものが。ね、ゴルコブなんですね、ま、今ね今 <laughs> もう日本の調査ではなんかこれもワインシムで言っちゃう方がいいかもしれないけど、うん、日本人に調べたんだとハリスが77%望ましいなんて言ってるけど、うん、全然そうじゃなくてね、はいはい、もうあれですねえっ、ー、ともう。 本当いい勝負ですね。いい勝負、いい勝負っていうか、もう全然わからんですね、これはね。おっしゃってたそのご主義相場みたいなものは、まあはげてますね。はげて、ええ、はげてごぶごぶになっちゃったですね。はげてそれでごぶごぶ、そう、<ー>うん。ということは本当11月まで。 なんか,かんない状況ですかねわかんないですね,ねこれはねは<ー>もうほんコイントスみたいな感じですねどっちが出るかよくわかんないと。どうでしょう最後は何が決め手になってくるんでしょうか、ね、えっと9月の頭に討論、はい、会があるじゃないですか。ここで あの大きく傾くかもしれないっていうか大事ですねあの討論会ね詳しくね、えー、さあその辺りまでに一体どんなものが見えてくるかということですが、うん、もう一つ続いてこちらでございます経産省が価格転嫁ををしない企業公表です日経新聞によりますと経済産業省が今月2日取引先の中小企業との価格交渉や価格転嫁に後ろ向きな企業を発表しましたえ今回の調査で では10社以上の中小企業から主要な取引先として名前の挙がった290社について取引価格に関する交渉や転嫁の状況をまとめて4段階で評価したとのことなんですね。 斎藤健経済産業大臣は記者会見で、社名公表をきっかけに取引こう方針が改善された事例もあった。賃上げの原資を確保するため、中小企業は積極的に交渉してほしいと述べたということなんですが、さ今回の件について高橋さん、どういうふうにご覧になってますでしょうか <laughs> これ、あれですよね、うんうん、下手にやりすぎると、うんあの、価格転嫁カルテルになっちゃうんで、うん、ん本来であると、公正取引委員会の方がちょっと,、えー、とカウンターっていうかね、違う意見を出してしかるべきような案件だと私は思います。あんまりここは踏み入りすぎるだと。だって価格の話について、要は、えー、と転嫁するってことは全部消費者にかぶせるってことですよ。はいはい、だから企業の方がもうかるって話ですよね。はい、だからこれはもうちょっと自由 あの競争に委ねるって、あの企業をかぶる分と消費者に言あの転嫁する分っていうのはあっていいんですよ。<ー>だから、これはあの要はあれですね。企業のサイドに立つと、価格転嫁全部しろって言うんですけれどね。うんはい、でも、あの消費者に立ってと全部かぶっちゃいや。だから、ね、あの、それはあの消費者の態度に立つ。あの省庁が、これは公正取引委員会ですけどね。うんはい、消費者にたい、あの消費者のたあの立場にたい、あの立つ官庁もある程度物申して、あの。<laughs> 計算とバランスを取った方がいいと私は思います。高橋さん、公正取引委員会にもいらっしゃった。いました私<え>こういう時やってる時に価格転嫁をというだって言ってね、あ,<ー>あのえ計算省にね文句言ったことありますよ。えー、<laughs> その時計算省はどういう？うん。あん言わない。言わなく言わなくなる。でその時っていうのは結果、そうすると、はい、結果的にはあの競争に委ねてだから転嫁しないで株式企業は出てくるんです。 あの難しいなと思うんですけど確かに我々消費者の側からすると安い方が値段が転嫁されない方がいいでも転嫁をされないとなんだろう今度はお給料自体が大変なんじゃないか部それいうのは全て一方的に落ち着けるのはまずいってそれだけのことですよね。っていうのはつまり市場に任せるしかない。これ ここまでしてでも、例えばその経産大臣、斉藤さん、踏み込んできた、あるいは公正取引が踏み込んできたっていうのは。賃上げをしっかりねらってんだけど、だからそう,いうそういうことをなんかねうっていうか、別に賃上げじゃなくたって、消費者があのなんかなあの、要するに価格転嫁を受けないで豊かになるのもどっちでも一緒なんです、ね、こんなはいはい。うん 消費者があの裕かになるのがほらほした通り一番幸せなんですけれども、うん、そうそうですよ、うん、それでそっちは裕かになればねそこがまた経済を拡大していくから本当そっちが筋なんですけどねこのやり方じゃないっていうことですかこのやり方じゃないこれは価格に還流する還流するっていうんで、うん、あの資本主義のやり方じゃないです、うん、ないは価格転嫁カルテルのやり方ということは例えばその今回あったようにまあ金利のこともそうですし。 例えばその国債のこともそうですけれども、どうやって世の中にお金をこう増やしていくのかみたいなところになってくるのか、うん、うんこれ難しいですよね。うんうん、こうなったことに。難しくないですよ。あ,あ,あのそれぞれの役所が、うん、あの持ち家持ち家でいうことを言うっていうことだけなんですよ。<ー>で、公正取引委員会は全く言わないっていうのはおかしいっていう<回>私はそれ言ってるだけですよ。今回も公正取引委員会がそういう主張すれば。うん いいそうそうそう,うまあこれ科学的点がカルテになるんじゃないのとだから、ねうん、ならないように計算しやってくださいっていうだけなんですよ。これどうなんですかねその辺りっていうのは今後この動きっていうのはそどう向かっていくんでしょうねこれ今回名前出して4段階に評価したもうもう言っちゃってるってことは公正、はい、取引委員会が仕事してないと思いますよ。 うん、今後どうなんですかね。公正取引委員会はえー今回受けて何が動きっていうのあるのか、こういうふうなことが <laughs> ここで動かなかったのもう動いてないですよ。<laughs> ね、<laughs> 動かないしよ <laughs>、えー。次同じようなことがあってもそんなに変わらないということなんですね。うん、こう公正取引委員会な,、うん、なんか、うん、役に立たない役所ですね。<laughs> いはい、だ、うん、そうでございます。続いてこちらでございます。NHK ラジオでの不適切発言について謝罪でございます。 毎日新聞によりますと NHK のラジオ国際放送などの中国語ニュースで中国籍の外部スタッフの男性が沖縄県尖閣諸島について中国の領土と述べるなど現行にはない不適切な発言をした問題で NHK の稲葉信夫会長が22日自民党の情報通信戦略調査会の会合で謝罪をしたということがありました高橋さん、今回のこの件はどんなふうにとんでもないしね <laughs> うーん。 とんでとんでもないかっていうと、はい、NHK の国際放送ってあの受信料でやってるんじゃなくて、はい、あの補助金をつけてるんです交付金っていうのを。はいはいうん それでこすからね実際我々もマイクの前に立つメンバーなんですけどもどういうふうな経緯でこのスタッフがそういったことを言ったのかっていうのがね。事前に原稿があってディレクターとかいろいろフィルターかかってるはずなのにとは思うんですけれどもね。だってあれでしょうもう原稿いないですよ勝手に中国人スタッフが勝手に言っちゃったっていう世界でしょ。これはねちょっと 感化できない、うん、警戒中心者で謝罪レベルすぐで話じゃないと私は思いますけどね。 高さん実際、国際放送にご出演されたことも終わりとありますよ、はい、まあ全部英語ですけどね。<ー>えっとでも、それはあの生じゃないから編集家でしたけどね。えー、ね要するに生でやることないんですよね、これはね。編集家にしとけゃいいんですか <laughs> ちょっと覚えてないですよ。<laughs> なんか経済の話とか解説してくれって言われて <laughs>。すごい これどうなんですかね、おっしゃるように、閉会中審査みたい,いやなやんなきゃいかんでしょうね。<ー>あ,あと、あれですね、なんか解雇したということなんでしょうけどね、うん、で,でもね、この時に一緒にね、あれですよね、なんか尖閣でね、メキシコ人が実は上陸してね、うん、あの実は書類証券を受けてるんですよね。うん、で,ねでもこれ、メキシコ人が、あのーまあ、勝手に上陸して書類証券を受けてるってことは、実は入国管理法違反なんですよね。それについて海上保安庁が 身から確保して書類送検したってことは尖閣の実効支配っていうのがあってね、はいはい、実効支配をあ日本が完全にお行ってるってことを世界に実は示してるんですよ。はいうん、でそれの,あのちょうど同じ日なんでね、あいいあ私はねな、はいあの、なんかこの中国の方ってね、うん、なんかどこかで指示を受けてやっ,<ー>やったんじゃないかって、そ,れそのくらいね、ちょっとめあのなんか珍しい事例が重なってるから、うん、ちょっとおかしいと思いましたよ。ということは、一体内部でどんなふうなことがあったのか。 っていうのはね<う>本当にそうですね。うん、でもね中国の人ってどっちにしてもね異性業務妨害ってになると思うんですよ。うん、異性業務妨害ってのは嘘ついてるってことですね。はいはい、あの他人の業務を妨害すると N.H.K. の業務を妨害して故意があったっていうので公正要件なんですけどね。うん、それでねあの検察が調べた方がいいと思いますよ。な、うんだからこのままなんかスルーして終わる案件ではないねということですよね。背景をね,ね背景をきちんと調べてどうだったのかっていうのをチェックしてそれで背景の一つとして、うん あのまあ中国国籍の人ですとね、実は中国の,あの国家安全法によってね、海外にいてもね、中国政府の指令に従うっていう義務があるんだよね、そういうのがあるかないか、あるのかないかないのかっていうのをきちんと調べないと、のこの尖閣の,あの事案とね、全く同時におこれが起こるっていうのは、ものすごく不思議ですよね、はい、分かりました。 中ロ主導のブリックスに対マレーシアが加盟の動きでございます。 毎日新聞によりますとタイとマレーシアが中国ロシアインドなど有力新興国で作るブリックスへの加盟に向けて動き出していて参加が決ままれば東南アジアジ諸国連合アセアンからは初めてとなります中ロ主導のブリックスについてグローバルサイズを代表する枠組みとして地域の多様化進むということなんですが高橋さんこのブリックスにタイマレーシアが加盟の動きということなんですが今ブリックス クスにはえ何カ国が加盟しているのかなと思いながら調べったんですが、今10ですか ?10 か国。10ですね、現在は。はい、えともともとブリックスっていうのは、あのね、ブラジル、はい、ロシア、インド、うん、チャイナ、うん、あと南アフリカの5つなんですけどね。そ、はい、それににの後にアルゼンチンチエジプト エチオピアイランサウジアラビア、はい、UAE が加わって、はい、えっとそれで、えー、っとなったんだけどアルゼンチンはやめちゃったからた、ねはい、えそれで10か国に今なってますね。あ<ー><ー>この b r いう枠組みのこの機能とか、うん、その経済規模を含めてですけども高橋さんどうご覧になってますかこのは、ね。これはまあ G7 に対抗ですよ。は<ー>でも対抗なんて言ってんだけどまあ,あのインドの方は実は G7 と仲良くやろうっていう思惑が結構あって。はいはい うん、でも、あれですね、中国とロシアは嫌だって言ってるんで、はい、あの要するにこのインド、はい、中国、ロシアっていうのは、まああの主導国なんだけど、はい、その中でも分,け分かれあの、意見が合ってませんからね、なかなかだからま、まないです、ねこ,れはね、はこれ、主な目的とすると、どういったところう意味なんドルの,あの、要するに中国とロシアの意図なんですけどね、はいえっと、ドル依存を下げたいっていうだけ,<ー>だけですね。うん これでも実際どうなんですかドルイズモできないできないですなかなか下がらないですよねそうですできないですだからこれはね目標はいい目標はいろいろやってねやってるやってる感がすごく多いんだけど実はなかなかまとまらないし現実はなかなか進まないです、はい、これ対マレーシアはメリットあるんですかねはい。 加盟するということによって。よ、うん、まあ、何も動かないから、うん、あの、なんか、なんか強烈にね。うん、えっと、ドル使うのやめろとか言われることもないから。うんはい、っていうぐらい入ってんじゃないですかね。うん、まあ、ジーセはなかなかだし。かといって、そうか、ドルやめろとは言われない。です <laughs> 言われないから、<laughs> なから入ってても、ね、まあ、あの。人畜無害って言えば、人畜無害なんですよね。うん、どうです、す今、本当、世界の枠組み、いろんな形であって、例えば、そのグローバルサウスと言われるところの。 この経済規模みたいなどう見るか人口も多いですし、ね、そういうのに入ってるんでしょうけどねうん、うん、でもまあ,あのいど、えー、と中国とロシアがね G7 大綱でね、はい、あのこのブリックス使われるんでね、はい、まあそういうのでほどほどに、はい、あのなんかみんな適当になんかあのき距離を持って入ってるという感じがしますけどねだからここで<ー>ここがまとまって大きな政治勢力になる っていいいうののはななななかないのかかと思います、ね、今本当世界の枠組みでこういった経済規模の枠組みもあれば一方で安全保障上の枠組みっていうのもいろんな形でこうね連携がつながってるところであるしいわゆるこういう タイマレーシアとかどのポジションにどうコミットして関与していくのかっていうのが、うん、国の立場がどういうのが美味しいんだろうなと、ね、い,いろんなのが入ってるっていうのが普通ですよね。 一つのところに集め国がね。バランス取りながらインドとか見てたそうですもんね。本当にも今年は年末にまた大統領選挙もあるし、その指導者によってと考えると、高さんだってイスラエルもなかなか落ち着かないでしょう。今また新しくね、攻撃が出てるんでそうですね。でもトランプになると。 ウクライナは終わるかもしれませんね。あのウクライナはもうずいぶんこの一極攻撃で、まだドローン飛ばしてというのがありますけど、これはもう早々にトランプさんになると決着しそうですか。な,なると、なるべく広い方、広いところを、うん、あのやってた方がいい交渉中有利になりますよね,ね。イスラエルの方はどうなっていきますかね。うん、イスラエルのトランプさんになった方が。 まあね、あの政権変わるとこういうのかすごく影響変わってねあの収まる確率は結構高いですね。民主党の政権だとね従来のままですかかからねなかなかねなな日本は本当に今後自民党総裁選で誰になるかによってまたそのあたりの枠誰にどう関与していくのか。えー、本当にね うん、大変ですねねこれねだからトランプさんになってもハリスさんになってもどっちでも対応できる人っていうことにな高市さんが一番すごいんですけどね<ー>だからでも、まあ、あのさっき挙げた人だとトランプさんがなった時は大変でしょう、ねあ,ね、あの本当だからその人気面と実務面とトータルで何を見ながら、まあ、総裁選決まっていくのかですけど、うん、結果その人が日本の総理になっていくわけですし高橋<う>さん選挙の見立ては高橋さん もうすぐですか<う>解散はそれは普通,普通そうでしょう、ね、なんかこれでも今でももう自民党の総裁選で盛り上がってますよねだからもう民主党の総裁選のじゃあな始まって立憲民主党の総裁選の代表選の中でもう全然なくなっちゃってますよねああだからそしたらこのままあれじゃないですかね人気の高い人気のまま、まあ、あの解散総選挙した方が有利ですよね十、ね、月ぐらいです十、ねね、月の頭でしょうねでもうもうすぐう終わりに。 もう投票日10月中にはもう決まっちゃうみたいな感じになりますもんねそうですねそういう中でじゃないですかね本当政治家の皆さんも大変ですし我々も気持ちをどこに持っていけばですか来週また事情がきっとまた変わってると思いますので変わってるでしょうね変わってると思いますの引き続きよろしくお願いしますはい、ありがとうございましたありがとうございましたどうも失礼しますこだわりの朝トレニュースをご紹介まずはこちらの話題から気象庁によりますと 強い台風10号の中心は現在、日本の南にあると推定されていて今後、発達しながら北上する見込みです。 明後日には近畿地方全域でも警報級の大雨や暴風となり、交通機関が大きく乱れる可能性があります。はい、あの発生からずいぶん進路が変わって一旦西に降ってということで、また東にということですから、ねうんうん、コメントある通り、明後日あたりがね。近畿にやってくるんじゃないかということですが、はいはい、あの本当台風だけは備えることができますんでね。ねこれはねはい、引き続きご注意いただきたいと思います。はい さあ続いては政治の話題です毎日新聞が昨日一おとといの両日、全国世論調査を行い、9月の自民党総裁選で誰が選ばれてほしいかと尋ねたところ、最も多かったのは石破茂元幹事長の29%でした。2>, はい、2位は 小泉進次郎元環境大臣で16%、うん、3位は高市早苗経済安全保障担当大臣で13%と続きました、まあ、これ自民党総裁選というのはあの、党員の方以外は投票ができないわけですから、なかなか、えー、世論調査の部分と、党員の皆さんがどう思うのかというところの差があるんでしょうけれども、やはりこのあたり、国民的人気が高いのは、常にこの石破さんだったり、あるいはこの小泉さんというところなんですが。はいね 高橋さんはどのような分析してるでしょうかう、ねはい、この後お話を伺っていきたいと思います、はい、続いては海外の話題です中東レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラは隣国のイスラエルに大規模な攻撃を行ったと発表しました7月にイスラエルがヒズボラの司令官を殺害したことへの報復だとしていて紛争のさらなる拡大が懸念されています、まあ、一旦またこの停戦案のようなものが示されたりもしたんですがこれはほ 取りなんか収まりそうになるとまたというところでこの動きがなかなか止まりそうにないですよね<ー>さらに今回拡大しそうというそれもありますからね<う>、はい、さあ続いては関西の話題です任期満了に伴う大阪美濃市長選挙は昨日無所属で新人の元不義原田良さんが初当選しました市長選で現職の維新候補を破るのは史上初めてです 38歳の原田さんは、学校給食の無償化や子ども用お持つの定期宅配など、子育て・教育施策の充実などを公約に掲げましたまあ維新結党以来、現職を落とすというところでありますので、ね、このまあたり、大阪での維新の,この人気とかね、あるいは皆さんの期待みたいなのは、どんなふうに変わっていってるのかなというのも感じるところあ衆、ねね、院選もね、町から控えてますからね。 和歌山県串本町で今年3月、打ち上げ直後に爆発した小型ロケット、カイロスについて、宇宙ベンチャー企業スペースワンは、打ち上げ直後の速度が予測よりも遅くなったことで、ロケットが異常を感知し、自ら爆発したことが失敗の原因だと発表しました。 スペースワンは、課題を改善した上で、今年12月に再び打ち上げを目指すとしていますこの宇宙開発というのは、失敗というのではなくて、うん、次の成功に向けてのこうステップという考え方も、ね、あるということですからね、<ー>ねこのあたり、どういうふうな形でまたね、12月、打ち上げられるんでしょう続いてはスポーツの話題です。うん 大リーグドジャースの大谷選手は日本時間の昨日レイズ戦で2試合連続となる41号ホームランを放ちましたまたカブスの今永投手は昨日のマーリンズ戦で 今シーズン10勝目を挙げました大リーグ1年目の日本人投手で2桁勝利を挙げたのは去年のメッツ、千賀投手以来、人目となります本当、大谷選手はすごいね、いわゆる40本、40盗塁を満塁ホームライン4打点で決めるっていうんですから、これ、50、50も見えてきてて、そしていわゆる三冠王まで見えてきてるということですから。

森下選手の逆転スリーランなどで広島に7対5で勝ちました阪神は首位の広島に2勝1敗で勝ち越し再び4ゲーム差に縮めて、うん、逆転のリーグ連覇へ望みをつなげるとともに、うん、自力2位の可能性が消滅する危機も回避しました、うんね、森下選手でもすごいですねカープ戦3連戦11打数5安打4打点ね特に昨日のスリーランは本当にここ一番というところで打ってくれました、えー、本当後半戦楽しみでございます